ゴールキーパーは1番の永井、両サイドバック昨年から続く不動のレギュラー、左に6番の太刀野、右に2番の三馬、センターバックは3番の斉藤と4番の江川です。両ボランチは25番の武井、16番の下沢、右サイドに10番の久保、左サイドに14番の田中。今日は両トップは34番の古川と7番の木津井です。ゴールキーパー1番の50番の渡辺、そして両サイドバックこちらも不動のレギュラー、右に3番の安西、左に88番の浜、センターバック13番の付け木と36番の中村。4-1-2-3というシステムのその1、中盤の底アンカーには18番の菅井です。インサイドハーフに7番の持井と14番の徳永、トップは中央に27番の和田、右に23番の津久井、左に21番の森です。その堅い守備の大きな役割を果たしているゴールキーパー1番の永井から前線のフィード。さあ前を見て右足のシュート、こぼれたところヘディングシュート、決まった。両手を広げました。先制点は FC 大阪、34番古川大吾です。鋭いミドルシュート、ゴールキーパー弾いたところ、古川大吾しっかり詰めていました。嬉しい今シーズン初ゴール、フォワード34番古川大吾のゴールが決まりまして、 FC 大阪先制です。徳永から安西です。安西がドリブルで加速して、さあ相手陣内スルーパス狙った和田、和田がゴールキーパーと1対1、シュートを狙ったが長いのセーブ、こぼれたボール、もう一度沼津、大阪の守護神永井達成、このセーブです。左サイド細かくつないで久保、後ろに戻して、さあ細かくつないだボール、最後は久保がシュート放っていきましたが、残念ながらゴールの枠の外です。沼津は右サイド津久井、前線また和田が裏側を狙っている、おっと和田が倒れたが、これはホイッスルがあったでしょうか。裏側へ抜け出した和田に対して永井が飛び込んでいって、沼津のペナルティーキックです。決まりました、沼津同点に追いつきました。フォワード27番の和田羽組、自ら倒されていたペナルティーキックをゴール左隅に蹴り込んでいきました。細かくつないで森、さあエリア内に入っていけるか三馬の対応、ここでクロスボールを入れてきますが、後ろ側下げて安西、安西左足、最後は安西左足でシュートを放っていきましたが、これは枠の上、左サイドに張っているのが森、森から浜、ワンツーでつないで、もう一度森、さあゴール前、右足のシュート、もう一度右サイド作りからのクロスボールはわずかに合いません、ディフェンスのクリアです。攻撃は FC 大阪、後ろに下げて太刀野のクロスボール、頭で飛び込んでいってこぼれたところ、左足のシュート、わずかに枠の右に外れました。25番武井のシュート、沢崎のコーナーキック、中央ヘディングシュート、決まった。途中出場の9番島田、ドンピシャのヘディングシュート、相手ゴールに突き刺していきました。見事な島田のゴール、勝ち越しゴールは FC 大阪、76分、スコアは2対1。さあ体を張ってキープしたボール、 FC 大阪久保のシュートですが、うまく当たりませんでした。ゴールキーパー渡辺のパンチング、まだルーズボールになっています。戸根右足振り抜いた、こぼれ球、まずのフリーキックのチャンス、
やり足のシュート、これが決まった。鋭いシュート、壁を突き抜けて決めていきました。土壇場も土壇場、表示のアディショナルタイムすでに4分を過ぎていた時間でした。見事に左足突き刺していきました。主君は26番の宮脇茂雄、新潟経営大学を卒業したばかりの大卒ルーキーです。注目の上位対決、土壇場で沼津が同点に追いつきまして2対2のドロー、互いに勝ち点1を加える結果になりました。